美保寺は東京都練馬区石神井台にある真言宗智山派の寺院である。山号は亀頂山、石神井不動尊とも呼ばれる。江戸期まで末寺を擁した本寺格だった。関東36不動令状第11番札所でもある。お堂や歴史的建造物の数が多く、パワースポット、インスタスポットとしても知られている。また、細道を挟んで隣接する石神井公園にある美保寺池の名称の由来になっている。堂池にある現、嚴島神社はかつて、美保寺配下の弁天社、池の呼称も弁天池といい、美保寺と縁があったことによる。明治期の神仏分離令で、嚴島神社となった。ちなみに、三宝寺池から近くを流れる石神井川まで、かつて三宝寺川が注いでいた。美保寺池の湧水が枯渇するまで、堂池は、石神井川の問答源だった。当寺院は、応永元年に、鎌倉大楽寺の公孫法院によって開かれた。当時石神井城を築き付近を治めていた豊島氏からも、帰依を受けていた。豊島氏が滅んだ後、後北条氏や徳川家からも保護を受け、発展した。徳川家光の鷹狩りの際に休憩場としても使われ、朱印地10石を与えられ、また無本寺になり、格式ある寺院となった。山門は徳川家ゆかりの門ということで、御成門と呼ばれ、現在のものは1827年に建てられたものである。また境内にある長屋門は、勝海舟の邸宅にあった門で、成増駅近くにあった遊園地都月園から移設されたものである。木造の多宝塔、根本応塔、美保寺、11面観音菩薩像高さ9メートルの11面観音像、平和観音菩薩像がある。大晦日、初詣の時節などにライトアップされる。美保寺、地蔵堂地蔵仏像と祭壇。背景が六道曼荼羅が設置されている。石神井公園となり、美保寺の竹林美保寺境内の裏庭には大きな竹林があり、石神井公園との境の通路からその異様を見上げられる。下のギャラリー参照。ありがとうございます。